高校くらいちゃんと出てきたいの。俺の気持ちは気づいてもいいよ。今日9時虎ノ門に来い。待ってっから。カナダに告白されたでしょ。聞いたよ。美咲はどう思ってんの。私は悪の前提で生きてるの。美咲、また今度とかいつかとかそんな余裕やっぱりないから。その時あんたはどうしようと思ってんの。嘘つくよ。ごめん。好きな人がいるってさ、こんなに苦しいんだね。せっかく好きになったんだから相手に思いを伝えないともったいないですよ。ミキちゃん、もういい感じ。本当に終わっちゃったんだ。もともと始まったの。わりわり、これ拾ったのすっかり忘れた。言ってやれやれ。できなくなるくらい。お前が好きだ。俺がずっとそばにいてる。こんな夏はさ、もう二度と過ごせないよね。ずっと。